大尺側ダムは、広島県小原市と人石軍人石高原町との境、一級河川、高橋川、水系大尺側に建設されたダムである。中国電力が管理する水力発電用ダムで、高さ62.43メートルの重力式、コンクリートダムである。1924年に完成した中国地方では、歴史のある、コンクリートダム。 2002年からダム再開発事業を実施し、ダム本体及び発電能力を増強している。ダム湖の名は新竜湖と命名され、大社区の中心として年間70万人が訪れる一大観光地となっている。日バ道後大社国定公園であり、2005年には地元の推薦によって財団法人ダム水源地環境整備センターが、 選定するダム湖百選に選ばれている。大尺川は旭川、吉井川とともに岡山三大河川の一つに挙げられている高橋川、水系なりワ川の支流である。広島県小原市付近を水源として南に流れ、途中国指定の名称、大尺橋を形成してダム付近を通過。福松川を合わせると流れの向きを北東に変え。 国道182号の橋梁をくぐり成り川へと合流。すぐに、備中湖へと注ぎ、新成り川、田原、黒鳥のダム群を通過して、瀬戸内海に注ぐ。なお、ダム完成当初の所在地は、左岸が、比和群東上町、右岸が、人石群人石町であったが、平成の大合併によって、現在はそれぞれ、小原市と人石高原町になっている。 日清戦争、日露戦争を経て日本は、急速に重化学工業を発展させていた。明治政府が掲げる、基本政策、布告強兵」策の一環であるが、大正時代に入るとその傾向は、ますます強くなり、工業生産の発達に伴って、電力需要は拡大。電源開発も次第に活発になっていた。1911年には、電気事業法が制定され、 全国各地に電力会社が誕生。福沢桃介、松永安左門、浅野総一郎などが、木曽川、天竜川、小川などで活発な電力開発を行っていた。中国地方でも、軍と広島市をはじめとして、次第に電力需要が拡大。こうした中で、水力発電事業は、広島電機などの電力会社が各河川で実施していた。 高橋川水系で開発を行っていた山陽中央水田は水量が豊富で急流である大石川が水力発電の適地であることに着目し1920年に下大石橋付近に発電用ダムを建設する計画を立てたそして4年の歳月をかけて完成したのが大石川ダムであるダムは1924年の完成当時 高さ56.9メートルと日本で最も高いダムであった。完成当時はダム本体に洪水破棄を有しない、非越流型重力式コンクリートダムで上空から見るとくさび型をした珍しいダムであった。ダム左岸部は断崖絶壁の峡谷であるが、この断崖絶壁に沿って洪水破棄を設けた。この洪水破棄はゲートが木製で全部で111門。 存在し、これが、断崖側に向かって、横一列にずらっと並ぶ構造であった。ダム直下には発電所を設置するスペースが存在しない、ため、下流部の成和川合流点に対尺側発電所を建設。ダムからトンネルを通じて発電所まで導水し、認可出力4 4 0 0ットを発電するダム、水路式発電所として1924年より稼働を開始した。 その後貯水容量を増強させるため、1931年にダムの高さを5.7メートルかさ上げする工事が行われ、高さは62.1メートルとなった。ダム発電所は1939年に国家電力統制に伴う電力管理法施行により日本発送電に接収されたが、戦後過度経済力集中排除法に日本発送電が指定され、 1951年の電力事業再編例で分割、民営化されたことで、中国電力が管理を引き継ぎ、今に至る。大石川ダムは、大石橋の狭い断崖絶壁部に建設されたため、非常に縦長となった。通常のダムでは、堤高と堤町長を比べた場合、堤町長の方が長いことが一般的である。だが、大石川ダムの場合は、 堤高62.1メートルに比べ、堤町長は35.2メートルと、重大比が逆転しており、結果的に日本で一番の縦長ダムとなった。大石川ダムは、完成からすでに80年以上経過しているが、1931年1966年2002年から2006年の3度に、渡って改修などのダム再開発事業を行っている。 1931年の再開発は貯水容量の拡張を図るためのダムかさ上げであった。1966年の再開発は111門あった木製点灯ゲートが老朽化し洪水処理に問題が生じる可能性があったことから新たに旧洪水破棄左岸部に構成のゲートを2門有するトンネル型洪水破棄を設置し、 ダム直下流に放流させる方式を取った。この際111ものあった木製ゲートはすべて撤去され、現在はその名残を見ることができる。そして2002年から4年間かけて実施された再開発であるが、これはダム本体及び発電所能力の増強を目的としたものである。対社側ダムは完成以後80年を経過し、老朽化していた。ダム建設時。 地震に対する耐震設計が行われていなかったこともあって、耐震性に不安があったこと。1966年に完成した洪水破棄トンネルは、経営が小さく洪水処理能力の確実性に問題があったこと、貯水池と発電所までの落差に未使用の部分が最大で35メートルあり、これを有効に活用することで、発電能力を増強可能なことが判明し、 これを一挙に解決するためダム再開発が計画された。再開発にあたってダム地点は国定公園第一種指定地域であり大幅な自然改変は不可能であったこと、また断崖絶壁で重機を駆使した大規模工法は地形上不可能であったことから工事にも工夫を重ねた。まず工事を道路は新設しないで既存の道路を利用し、 幅約4メートルの連絡道路に重機を通して現場へ輸送した。ダム本体までは断崖絶壁であるため完成当時使用されていた急洪水波器を利用して仮設の高台を建設した。すなわち急洪水波器を埋め立ててその上に山道を建設し工事用道路とした。これらの通路を利用してダム本体工事を行ったが、 上流部には可能な限り手を加えず下流部にコンクリートを打ちましてダムの体積を増大させダムの安定性を確保し耐震性を強化した。さらにダム本体に2問のゲートを有する洪水破棄を新設し既存のトンネル型洪水破棄と併用をして洪水処理能力を強化させた。このほか1997年の河川法改正で義務付けられた 河川維持放流を行うためのバルブも設置し、下大尺橋の景観保持を図った。そして、大尺川側発電所横に新大尺川側発電所を建設し、従来に比べ約3倍の認可出力を有する発電能力を備えた。なお大尺川側発電所は、取水元を大尺川側ダムから福松川に変更し、出力を2 4 0 0ットに縮小した。ダム建設中は、 新竜湖の水位を下げて工事を行ったため、湖水祭りが中止になるなどの影響があったものの、自然環境に対する大きな影響はなく、2006年7月4日にダム再開発事業は完成した。新竜湖と遊覧船、大尺川の谷名称の石踏みと新竜湖、大尺川ダムによって出現した新竜湖は、その形が竜に似ていることから命名された。 湖は両岸に断崖絶壁が迫り、新たなる景観を作り出した。この地域は大赦峡と呼ばれる中国地方を代表する峡国が形成されている。本来カルスと大地であったところが長い歳月を経て、大赦側に侵食され、石灰岩による断崖絶壁や木岩を形成した。 ダム建設中の1923年には文化財保護法に基づく国指定の名称に大借側の谷として指定されている。さらに1963年にはひば道後大借国定公園に指定され、以後現在に至るまでビンゴ地域の主要な観光地として年間約70万人の観光客を集めている。新流湖には遊覧船が運航されており、紅葉橋付近を 発着点として大尺川ダム間を往復する。遊覧船は、新竜湖のイメージから竜の形をした船であり、人が近づけない新竜湖大尺川ダム間の峡谷を堪能できる。このため多くの観光客が乗船する。また貸しボートなどもあり多くの観光客が湖面からの景観を楽しんでいるが、かつて1934年3月24日に、 新流湖遊覧船沈没事故が発生し、小学校の児童、教師14名が死亡する大惨事が発生している。新流湖を境にして、上流を上低尺橋、下流を下大尺橋と呼ぶ。上大尺橋は天然に形成された橋としては、日本最大級である、オス橋やメス橋、断魚系や、白運動といった機関が有名で、単焦歩道と呼ばれる。 遊歩道も整備されていることから、レンタルサイクリングなどで、比較的気軽に散策することが可能である。その中の橋である、新流橋と桜橋は、国の登録有形文化財。一方、下大社橋については遊歩道はあるものの、未整備かつ、断崖絶壁が連なり、登山時の装備が必須となる他単独の遊歩は控える。要観光協会から呼びかけられている。過去には、 ワンダーフォーゲル部の遭難事故もあり、ダムンには、慰霊碑がある。大尺川ダム、新竜湖へは、中国自動車道、東上インターチェンジから国道182号、ともせい交差点を直進して、広島県道25号三原東上線を直進すると到着する。以前は、日本国有鉄道の周遊指定地とされており、 中国バスが芸備線東場駅との間に1993年5月には8往復、2000年7月には7往復の路線バスを運転していたほか、2013年1月には4往復、2016年冬までに平日のみの2往復に減少、その後廃止された。その後、大体として運行している人石高原町 A バスが平日と土曜日に1、 往復のみ乗り入れるようになった。なお、人石高原町 A バスによる復活バス停の名称が大尺共新流湖から犬瀬に改名された。2021年7月現在のダイヤでは、犬瀬初雪業が朝7時台、雪初見席が19時台のため、旅館への宿泊を前提としない限り観光での利用に適していない。ダムへは途中で、 広島県道451号三坂手入線へ入り、旧河村大社橋を通過後五原付近で右折、直進すると駐車場があるためここに駐車後、徒歩となる。つら折りの坂道を下ると、目の前に新流湖が見え、左側に進むと洪水破棄トンネルが見えるのでまっすぐ進み、露天掘りの歩行者用トンネルを過ぎると、ダムに至る。かつては、ダム上空に、 吊り橋があったが、再開発事業によって撤去されている。ダムには入ることができるが、真正面から撮影できる場所はない。新竜湖へは、県道25号をひたすら直進すれば紅葉橋に至るので、通過豪雪して駐車場に停めることになる。紅葉の名所であるが、基本的に迂か路色などはないので、シーズンには大渋滞に陥ることがしばしばである。ありがとうございます。